はい、どうも、ジェリです。お知らせの方に大量の情報が来ております。今回で新イベントの情報が新しく発表されているので、それについて見つつ、他の情報はね、ワンダスチャンネルでの情報とかなり被っているので、まあ一部で詳しく見ていきつつ、簡単におさらいしていく感じで見ようと思います。ワンダスチャンネルの情報については別動画でまとめているので、ね、よければそちらもご覧ください。またですね、本編入る前に皆さんぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではね、イベント見ていきましょう。予告、チアフルカーニバルイベントハローグッドデイ開催についてということでやってきました。新旧後の初イベントとなります。今回はいちかちゃんバナーですね。まずは公式の説明読んでいきましょう。ついに2年生になったいちかたち、まだ実感が湧かないいちかだったが、始業式の様子を見てみたいというミクと過ごすうちに、今日を特別な日だと思って過ごしてみようと考えるようになっていき、ということで、公式の説明文だけ読むとあんまりイベントストーリーわかんねえなーって感じがするんですが、今回ね、主人公組ピックアップということで、他のね、ユニットとかともいろいろ絡むお話になってくると思います。では、詳細見ていきましょう。今回、チアフルカーニバルイベントということで、テーマがこんな感じになっています。新学期、委員会に入るならどっち？放送委員会と飼育委員会ということで、委員会って響きめちゃめちゃ懐かしいですね。はい、皆さん、こちらどれがいいでしょうか？あー、放送委員の方が楽しそうだなーって感じもするけど、あの動物に触れ合える飼育員もいいなって、ちょっとどっちもいいなって思っちゃいますね。僕ですか？図書委員でした。そして今回のイベントボーナス、タイプボーナスがキュートタイプ、キャラクターボーナスがいちかちゃん、みのりちゃん、こはねちゃん、つかさくん、かなでちゃんの5人となっています。1周年みたいにみくちゃんがボーナスということはないので注意してください。そして星4メンバーは発表されていた通り、新しいことの始まり、星野いちか、気になっちゃう背中、花里みのり、まさかのクラスメイト、天馬つかさ、始業式は教室で、酔い崎かなでということで、この4人がね、限定メンバーとして、星4として登場します。つかさくんのまさかのクラスメイトってやつは多分、るいくんのお話ですね。あと、かなでちゃんが始業式は教室でということで、かなでちゃん通信制に行ってるんですけど、通信制の学校にちゃんと行ってるみたいですね。その様子が初めて描かれると思うので、かなり気になります。では、続いて、編成見ていきましょう。今回ですね、意外とイベントボーナス稼ぎにくいです。イベントボーナスはですね、3周年で仕様が変わりまして、星4メンバーにプラス 10% のイベントボーナスがつくようになったので、既存メンバーで 300%、 星3以下のメンバーだと 250%、 ピックアップメンバーを全員当てると 380%、ピックアップメンバー全員込みでマスランも最大にすると最大で 455% とかいうね、破格のイベントボーナスを盛ることができます。イベントボーナス等の調整があったんで、今後さらにね、インフレが進んでいきそうです。ではメンバー見ていきましょう。報酬メンバーについては、ここに映っているメンバーが全員となります。今回ですね、報酬の星3キュートタイプが3枚しかいないので、なかなか編成組みにくいですね。星4枚については、初期のいちかちゃん、ここからリスタートのみのりちゃん、ビートイーターのこはねちゃん、僕の足跡君の行く先イベントのかなでちゃん、雪限定のいちかちゃん、年末年始のこはねちゃん、ポルペイベのつかさくん、パワーオブユニティのこはねちゃん、闇イベのいちかちゃん、そして今リボンを結んでのかなでちゃん、背景あの頃の私へのみのりちゃん、フェニックスイベントのつかさくん、このメンバーが星4として入ってきます。限定メンバーが2枚くらいいるんですが、他は工場ですね。持っている方はぜひね、優先的に編成に入れるようにしてください。星4のイベント10%ボーナスめちゃめちゃでかいです。では他の情報についても見ていきましょう。まずはカラフルフェスティバルガチャドリームピック開催です。こちら開催されることによって、星4のね、出現確率が2倍、 3% から 6% に上がるのでね、ぜひこのタイミングでガチャ引いてみてください。開催期間は9月30日12時から10月4日11時59分までということで、イベント開催期間中ずっとカラフェスというわけではありませんので、皆さんね、終了時間忘れることのないようにしてください。そして今回ドリームピックということで、スペシャル枠がね、2枠構成されております。まず新メンバー枠が6枠、こちらが変更不能のやつで、カラフェス限定のカイトさんとメイコさん、そして期間限定メンバーのいちかちゃん、みのりちゃん、つかさくん、かなでちゃんの方がね、固定されています。そしてスペシャル枠の方が自分で選べるカラフェス限定もしくは工場メンバーで、カラフェス限定は2022年9月30日までに登場したメンバーということで、去年2周年までのカラフェス限定メンバーとなります。そして工場メンバーについては、2023年6月21日12時までに登場した工場メンバーということで、
進級前最後のね、ももちゃんのみのりちゃんバナーイベントで登場したメンバーまでが今回選ぶことができます。続いてセレクトリストガチャリミテッドエディション見ていきます。こちら過去の限定メンバーを10人セレクトして、その中から1人確定というガチャになっています。ただ一点注意点が、いつものね優勝ガチャのクリスタル3000ではなく優勝クリスタル5000と少し高めなので気をつけてください。そしてセレクトできるメンバーは去年の5月31日12時開催のグレイスマリアージュガチャまでということで、アンチャンバナーのジュンブライベントまでに登場した限定メンバーが登場といった感じになります。ということでね、ぜひぜひ皆さん期間限定メンバー選んじゃってください。ちなみになんですが、誰選ぶか悩んでるって方はなんとですね、 1.5 周年とその後のリンちゃんとメイコさん合わせた 150% バチャシン合計6人全員選択できますので、もし持っていなかったら 150% バチャシンをね優先的に編成してみてください。続いて3周年記念プレミアムプレゼントガチャですね。こちらは優勝クリスタル3000で引けて合計で1万8000個必要なんですが、それで全てのガチャを引けるといった感じですね。衣装については、バーチャルシンガーを引くと全キャラ共通の衣装を買うことができて、各ユニットはユニットの衣装とバーチャルシンガーの衣装という風になります。なんでね、キャラクターランク上げとかを考えるとバーチャルシンガーを買うのがおすすめです。まあ、個人的には推しユニット、バーチャルシンガー、その他ユニットくらいで優先順位をつけるといいかなと思います。続いて好きな星4メンバー1人選べるメモリアルセレクトガチャ。こちらも選択できるメンバーは他のガチャと同様で、進級前最後のももちゃん箱イベントみのりちゃんバナーのやつまでとなっています。続いて3周年記念ログインキャンペーンですね。9月30日0時よりログインするだけでクリスタル5000個をもらうことができます。さらにですね、そこから毎日3周年記念の10連無料ガチャチケットが配布されるので、7日間ですねしっかりログインするようにしてください。続いて期間限定初音ミクの劇場フルバージョン追加キャンペーンですね。こちら1人でライブの期間限定のタブからプレイすることができて、マルチではねプレイすることができません。また注意点として、こちらはスコアランク報酬やコンボ報酬等を獲得することができず、基本プロフィールやカスタムプロフィール等にもね反映されず、称号にも反映されないといった感じになっているので、もう完全に独立した一曲として遊ぶことができるという仕様になっています。続いて3周年記念アニバーサリースタンプミッション。こちら2周年の時も開催されていたやつが調整されて実装といった感じですね。こちらのスタンプミッションはミッションを達成して、それによってクリスタルやキャラクター EXP、スキルアップ用スコア上級や3周年記念の10連無料ガチャチケットなどを報酬として受け取ることのできるチャレンジとなります。スタンプカードの種類はこんな感じですね。まずユニットは全ユニット分登場しており、プレイはカジュアルとレギュラーとアンリミテッドの3枚、ガチャはゴールドとダイヤモンドの2枚、リズムゲームはライト、チャレンジ、アルティメットの3枚となっています。ミッション詳細は全て見るとかなり長くなってしまうため、皆さんね自分でお知らせを確認してみてください。だいたいね、ライブに何回参加しようだったり、そのユニットのメンバーを揃えようとかフルコンをしようみたいな感じのミッションとなっています。でこちらなんですけど、キャラクターランク EXP がもらえますのでね、ユニットの推しとかは優先的に選ぶようにしてください。まあ、ジールさんはとりあえずニーゴは確実に選んで、2枚目はガチャの方のダイヤモンドセレクトカードを選ぼうと思います。これがねかなり優秀でして、課金ガチャだったりカラフェス100回とかを引くことによって達成できて、なんとですね10連無料ガチャチケットが3枚クリスタル2000個とかでね、そこそこ回収することができるのでかなり美味しいんですよね。まあ、ただ達成条件もなかなか難易度高めというか、あの課金前提みたいなものとなっていますので、皆さんは注意してください。もう1枚はねまだちょっと決めてないんですけど、バチャシンあたりにしようかなと考えています。ではラスト3周年記念のクリスタルショップですね。こちらも内容が公開されたので見ていきます。まずはセット、優勝クリスタルを使ってアイテムやガチャチケットと交換するやつですね。ブランニューワールドアニバーサリーセットビギニング、こちらがガチャチケット各種育成素材となっています。次に、英語が読めないアニバーサリーセット、これなんて読むんだ、なんとかかんとか、これが3000でガチャ10連分と、ちょっとねレアなアイテムたちって感じになっています。続いてアニバーサリーセットブリリアントですね。こちらが6000でガチャチケ20と準決勝だったり不思議な種200個といった結構レアなアイテムがもらえます。そしてセット最後が、ブレッシングかな、優勝9000でガチャチケ30と準決勝2個、雫5個といったね激レア素材がもらえますので、これは正直買いです。
さらにオールメンバーセットの詳細も出ました。優勝クリスタル3000で星2のね新イラストメンバーが全員手に入ります。それプラス思いの準決勝も1個もらえるので、まあ単純にガチャ10連分の石で準決勝確定でもらえるのでかいですし、星2キャラで全員当てるのって相当しんどいので、これも買いです。続いて3周年記念のセールクリスタルですね。こちらはいわゆるいつものお金でプラスでボーナスでもらえるよってやつです。はい、まあ一番でかいやつが、1万でプラス1800、これが3回ですね。あとは4900と3000、全部3回ずつ買うことができます。だいたい全部で5万ちょい分ぐらい課金することができて、クリスタルが6、7万くらい手に入るって感じです。まあこれ全部課金したら天井までいけますね。続いてリニューアル記念初心者応援セット、こちらですね、星音メンバー1人確定の10連ガチャチケットを購入することができます。5000円ということでちょい高めではあるんですが、こちらもおすすめです。続いてクリスタルショップ限定スタンプセットということで、これですね、多分新旧に合わせた新スタンプとなります。いちかちゃんの歌で作ろうとかこれまで見たことないはずですので、新スタンプとなります。で、新スタンプが26キャラ分、これがね合わさったセットが、販売ということで、優勝クリスタル1500で購入することができます。多分ね、買わなくてもスタンプショップで交換もできると思うんですが、この数のね、スタンプチケット集めるの大変なので、まあ優勝クリスタル買うのお得ですね。はい、ということでかいつまんで話したんですが、改めてすごい量の情報でございました。本日はね3周年前前日ということで、今日の夜19時からメンテナンスも行われますのでね、皆さんチャレラはできるだけ早めにするようにしてください。そして日付が変わったら3周年です。動画投稿とかね配信とかやっていくので、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。はい、といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。